まず神戸ビーフは、元になる牛はすべて但馬牛と言われる種類の子牛からすべてできます。但馬牛の中で、お肉になった時に、日本食肉格付け協会のお肉の格付けの基準を、全て、クリアした牛が神戸牛と神戸ビーフと呼ばれる牛になるわけです。もう脂がじわーっとしてる。そうそう、肉が全体に柔らかくつくように、油の乗りも良くなるために、神戸ビーフの油はやっぱりその人間の指の温度で溶けるような柔らかい油、溶けやすい油で、そやから融点も低いから味もあると。2500頭ぐらいの頭数しか流通しませんので、日本の和牛の 0.1% ぐらいの比率になります。神戸ビーフというのは但馬牛であってもメス牛であっても、出産してると神戸ビーフとはもう呼ばれないように、いわゆる兵庫県の認定っていうのは規定に決まりまして、それ以外は神戸ビーフとは呼ばれないんです。アメリカに輸出を許可されている処理施設というのは日本で4カ所だけですので、その中には神戸、兵庫の食肉センターは含まれておりません。